今回はですね、リトアニア風ハンバーグ、 SNS でめちゃくちゃバズっててうまそうだなと思って、まあ、ただ松屋さんなんて前にうまとまハンバーグやりましたね。今回もめちゃくちゃしょっぱいんじゃないかと。ご飯がね、ガツガツ食えるような味付けになってると思うんで、ちょっと、こちらでございます。ホワイトソースハンバーグ定食並盛りね、開けるとこんな感じになってます。まあ、ハンバーグは多分うまとまと同じハンバーグかな。で、マッシュルームとかベーコンとかね、かかってますね。これいくら？880円です。おお、そこそこするね。いやいやいや、まあまあまあ、一応食べていきますか。ハンバーグでかない？これ全部ハンバーグだよ。でかっ。それ800いくらするか。ハンバーグいただきます。リトアニア風、やばい、全然美味しくない。これね、俺がね、食べたいって言ってやったんだけど、どうしよう、口に合わない。松屋のハンバーグって結構香りがするんだけど、ホワイトソースもまあ松屋っぽい、シチューのルーを溶かしてるような感じのあれなんだけど、はい、マッシュルームはあれだね、水煮ね。やばい、味 C かな、 C ぐらい。うまとまの場合はね、ソースが結構あの個性的だったから良かったんだけど、シュクメルリってあるじゃん、前に松屋で同じような感じのソースがかかってるね。単純なハンバーグが結構肉の匂いが切れてないっていうのがあって、でソースは結構ニンニクが効いてるんだけども、なんかもう少し香辛料をぶっ込んだ方がいいような気がするけど、まあでも味付け濃いめだから飯は進むから、うまとまみたいにしょっぱすぎるってことはないですね。まあうまとまの時もそうだったんですけど、ちょっと俺作っていいですか？ちょっとみんな食べてこい、味覚えてこい。いただきます。はい、どうです。おー、美味しいけどね、俺は。あ、そう、ホワイトソース、ホワイトソースあんま感じないかな。ガーリックハンバーグみたいな感じじゃない？ガーリックだね。ガーリックソースハンバーグだったら結構これは、なんか、おー、いいねって感じだけど、ホワイトソースって言われるとなんか、想像してたのとちょっと違うかもしれない。え、ちょ、ハンバーグ、匂いしない？そこまで気になりはしないかもしれない。松屋のハンバーグはこんなんだよねって思って食ってるから、なんかそんな意識はしない。あ、なるほどね。ご飯食べるのって結構これぐらいパンチ効いてたら美味しいかなと思うかも。俺も2回目は頼まないかな。2回目はない。今回は2回目ぐらいな感じになるかもしれない。あー、じゃあちょっと美味しくしていい？美味しく作っていいですか？お願いします。お願いします。やりましょう。じゃあやっていきますか。リトアニア風ホワイトソースハンバーグ、死ぬほどうまくしてみた。まずね、ハンバーグはね、うまとまの時と同じにします。牛豚合いびき肉を 140g。 結構ね、本家もでかかったからね。で、ここにラード、なければ牛脂とかでもいいし、あの別に油でもいいです。小さじ1杯マヨネーズ、ピュアセレクトマヨネーズね、小さじ1と半分。はい、あと味の素3振りぐらいね。パン粉ですね。このね、ハンバーグが俺一番うまいと思う。簡単で。卵も使わないから。パン粉大さじ1杯。で、黒胡椒ね。はい。で、玉ねぎなんだけど、ちょっとだけ入れます。おろしをね。まあ、おろし玉ねぎを 15g ぐらい。はい。15g の玉ねぎを入れました。はい。塩は小さじ3分の1。で、こいつでこねていきます。超簡単ですね。超簡単。松屋のこういうのね、食べる方は、ね、多分そんなにあんまり料理をしない方が多いと思うんで、卵半分とかそういうのをやっちゃうと作んねえと思う。はい、で、ハンバーグ完成ですね。これ後で焼いていきます。はい、じゃあソースの準備しようか。はい、じゃあね、ソース多分ね、玉ねぎ入ってたと思うんだよ、あれ。で、さっきのおろし損ねたやつはみじん切りにしよう。で、大体ね、50g ぐらいでいいんだよな。これぐらいを。まあ、玉ねぎは4分の1個ぐらいでいいね。玉ねぎの旨味を入れていきます。ちなみに松屋で好きなのは何ですか？これカレーです。あ、言ってたな、なんか、はい、カレーって言ってたわ。カレーめっちゃうまいっす。とかよ、めっちゃうまいっすよ、スパイス効いてて。マジで？そう。で、ニンニクね、あのニンニクの効かせ方っていうのは、あの炒めじゃないんですね。おろしで、入れる感じだから、皮を剥いて、置いときます。あとでね、溶かし込みます。はい、
あとベーコンかね。ベーコンもこんなにいるかな。3枚ぐらいでいいんじゃねえか。本体はハンバーグだからね。でも なんか結構ゴロッとしたベーコンだったからね、あのブロックベーコンとかでもいいかもしれない。はい、こんな感じで刻みます。じゃあハンバーグ焼いてからホワイトソースを作って、で一緒に、火を通すっていうやり方をしていきたいと思います。はい、じゃあ焼いていこうかね。軽く油引いてください。でさっきのハンバーグですが、空気抜いて、ハンバーグが割れるのを防ぎます。こんな感じ。ツヤツヤで美味しそうですね。両面に焼き目をつけていきます。この後にホワイトソース作るんでね、ね、こんな感じで。エブスさん、盛大に炎上してたけど どうだった気持ち。間違ってないなと思うので。うるせえなって感じ。いや、全く思ってない。勉強になりました。あんまり気にしなくていい。俺は超気にする。みんなのアンチコメントとか。でもそのおかげで俺こうなれてるから、アンチコメント言われた時にどう思うかっていうと、悔しさみたいなのがあるから、あ次はあおいおいオッケー見てろよって。俺はアンチコメントを書いてもらわないと頑張れないので、皆さんアンチコメント書いてください。本当にあれがないと頑張れない俺。ほらめちゃくちゃうまそうです。こんな感じ、こんな感じでございます。はい、で、表面がこれだけカリッと焼けたら、中は まだ火通ってないんだけど、一旦ね、はい、開けました。はい、で、ここからソースを作っていきます。油はね、あの、一回拭いちゃった方がいいですね、これね。油はちょっと拭いて、まあ、多少残っててもいいんだけど、ちょっとね、あの、油しすぎちゃうからね。で、ここからリトアニア風のガーリックホワイトソースを作っていきたいと思います。まずは、ベーコンとベーコン、まあ、大体 20g から 25g ぐらいのベーコンに玉ねぎね、まあ、これこう 40-50g ねを入れていきます。君らさ、俺にこれ作ってもらいたいことないの？今度リクエストします。スタッフのね、参加率が悪い。参加すると炎上しがち。え白炎上。俺が何回炎上してると思ってんだよ。俺5万回ぐらい歯並び悪いって言われるからね。あ、それ事実だからいいんだけど。マッシュルームはなんかエビス君がね、あの水煮をあのわざわざ買ってきてくれたから、今回水煮のマッシュルーム、あの あったらあの普通のマッシュルームでも全然平気です。はい、これちょっとパラパラっと、はい、30g ぐらいかな。マッシュルームってさ、水煮と生全然味違うの分かる？全然違うよね。俺は水煮のマッシュルームが好きなの。めっちゃわかります。え、わかる？プリプリします、ね、プリプリしてんのよ。水煮のマッシュルームって本当にあのマッシュルームなのかなって思うじゃん。俺はこっちが超好きで、カレーマルシェに入ってんのこれ。カレーマルシェのあのマッシュルームだけを集めて食いたい。もうそれぐらいはあのマッシュルームが好き。はい、で、いい感じで、玉ねぎ、ベーコン、マッシュルーム、炒まりました。はい、そしたらですね、 120cc ぐらいいくかな。で、松屋は絶対生クリームとか入れてないから、原価高いからバカにしてるわけじゃない。不用意な発言するとすげえ燃えっかな、ここな。炎上の温床みたいなね。スタッフテンション低いみたいな感じが来る。いや、だ低いんだよスタッフが。俺がこんなハイテンションでやってんだからさ、スタッフはもっと大テンションで来いよ、もう。じゃあスタッフの中でテンション高いの誰だと思いますか？いるだろ。誰高尾じゃん。一番低いだろ。タツヤは。タツヤ低いよね。酒飲まないよ。飲めよじゃん。声のハイボールあるぞ。なんでスタッフが酒飲めながら仕事してんだよ。いいんだ、俺が酒飲みながら仕事してんだからよ。そういう会社なんだよ、うちは。うち水商売なんだから、こっちは。ねえ、酒飲めながら仕事じゃない、水商売だろ、こっちは。という感じです。うちは。バターに小麦粉を混ぜます。小麦粉ね、ちょっととろみ欲しいから小さじ1半ぐらいかな。うん、で、これ溶かしバターね。10g バターに、こう、小麦粉混ぜたもの。はい。これね、ブルマニエって言うんだけど、これね、とろみ漬けにいいんですよ。いつもね、ホワイトソース作るときにこういうのやってます。で、混ぜ込んで、で、なんでバターに混ぜ込むかっていうと、このまま入れちゃうとね、とろみがつかないんだよね、あんまり。ほら、
すぐこういうとろみが出てくるんだ。これね、シチューとか作る時にも多いで、で、ちょっと洋風の味付けをに します。こういうクリームソースをつける時はね、もう簡単にこのね、コンソメ小さじ3分の2ぐらい入れて、で、もうこれで、ほら、と、ほら、ソースの濃度さ、同じ感じでしょ。まあでも本家よりちょっとたっぷりやけどね。で、味付けはもうコンソメでいい。てかね、乳製品とコンソメってすごく相性がいいから、コンソメでやっていい。ここに、お塩。お塩一つまみやって。で、ここに、おろしニンニク。最後に入れることによって、ガーリックの香りが立ちます。で、ハンバーグをね、戻します、こうやって。はい。これで火入れをしていく。あんまりにもソースが煮詰まっちゃったら、水をね、軽く入れてもらうと。はい。煮詰まって、もうソースが硬くなっちゃったら水入れときゃ大丈夫だから。はい。で、これでハンバーグに火を通すんで、あと多分胡椒も合うから。入れて、はい、蓋して、ちょっと煮込みます。まあ、4、5分煮ましたかね。はい、こんな感じ。もうソースの濃度とか結構完璧じゃない？ね。ちょっとね、あと1分だけ。ハンバーグはね、中まで火が通らないとね。で、こうやって蓋を閉めて蒸し焼きにすると、ちゃんとハンバーグに火が通ってくる感じなんで。はい。じゃあ、1分煮込みましたんで。はい。こんな感じです。ほら、見て。ソースの色とかめっちゃ似てるじゃん。あ、色が一緒になった。でしょ？さっきまで色違うなと。そう、煮詰めっとこうなんのよ。で、盛り付けます。まあ、ハンバーグでしょ。あとはこの濃厚なガーリックホワイトソースをタラッとかけて、ほらほらほら、見た目もうまるっきり同じでしょ。ほら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 、これなのよね、これ。それではリトアニア風ホワイトソースハンバーグ完成でございます。うまそうだね。このメニューを作ってくれた松屋さんに感謝だね。こういう発想がね、欲しいんですよ。料理する立場からすると。じゃあ、いただいちゃいましょうか。うお。もうハンバーグ、肉汁やばくね？いただきます。まあ、天才じゃない？ガーリック感もかなり近しいです。味付けがグレードアップした感じですね。ちょっと、松屋の米、これじゃない？うまい！天才なんじゃないですかね、私。ちょっと、みんな食べてもらっていいですか、これ。元レシピのリスペクトもかなりある。最高のホワイトソースハンバーグになってると思うんで、ちょっと食べて。けがみ！はい。いきます。いただきます。そちらがうまいな。圧倒的にうまいです。まあ、当たり前だけどな。これは2回目頼む。うん、確かに。ソースうまいね。ソースうまいよな。ソースだけでご飯いけるぐらいよ。再現度高めで、グレードをぐっと引き上げた感じ。めっちゃ美味しい、このソース。俺もう一発で完璧にできてびっくりしてる。即興でこれすごいな。びっくりしてます。私、江川さんちょっと食べてくださいね。美味しいよこれ。もう当たり前に美味しい。手作りに勝てるわけないんですよ。再現度は高いですね。いや、美味しい。エッセンスもちゃんとあるからすごい。いやでもね、じゃあ例えばこの味を全国チェーンで作ろうと思ったら、絶対松屋の味になる。そう、金曜の松屋でこの味を出そうと思ったら絶対できない。それを全国発売できるっていうこのね、開発力、そこ勝てないよ。美味しくなっちゃったんだけど、当たり前なんです。コストのあれもあるし、あれがいつでも買えるっていうのもすごい。でも、そうなのよ。だからもう俺もね、俺もう松屋に育てないって言ったようなもんだからね。はい、ということで、皆さん、ぜひこのリトアニア風ハンバーグ、実際食べてみて、実際作ってみて、両方食べ比べしてもらうとすごく、ね、面白いと思います。ぜひ作ってみて。